皆さん、私が来ました。いやみんな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、広がるスカイプリキュアの素晴らしき脇へのこだわりについてですね、瞳をそらさずに熱く激しく語っていきたいと思います。ですね、まずキュアスカイの変身シーンですね、第1話の時点でめちゃめちゃ素晴らしくてですね、第1話の時点でこういったレビュー動画出したかったんですけど、プリキュアグミの CM を見た時にですね、キュアプリズムっていう、マシロちゃんが変身する、プリキュアですね、まだ1話の段階では変身してなかったんですけど、その子がですね、こう腕を上げた時に、普段はリボンで脇が隠れてるんですけど、腕を上げた時に見えちゃうんですよ、脇が。で、これはですね、やはり、キュアプリズムが、プリズムになってから、レビューをした方がいいんじゃないかということで、今日までですね、我慢しておりました。というわけで、今日はですね、はい、素晴らしき脇について語っていきたいと思います。大きくですね、3つのパートに分けますね。1番目、なぜ今、脇なのか。そして、2、素晴らしき変身シーンのピックアップですね。で、3番目が、過去の女児向け変身アニメと比べてということでお話ししていきたいと思います。では、1個目ですね。なぜ今、脇なのかということでですね、ちょっと調べてみましたので、語らせていただきたいと思います。まずですね、アスナの回でもですね、お話しさせていただいたんですが、単純に脇を見せると、売り上げが上がるんですよ。例えば雑誌だとフライデーとか、あとソシャゲとかもですね、結構脇見せてるその広告とか多いなーって感じますね。ビビットアーミーとか本当顕著だなって思います。で、もう一つがですね、やはり女児向けアニメって規制が多いんですよ。ポケモンの話になっちゃうんですが、ポケモンにカスミっていうキャラいるじゃないですか。水属性ポケモン使う。で、あの子って、まあ、もちろんその脇も出してますし、へそも出してるんですよ。で、ポケモンって海外にも結構発信してるんで、まあ、すごく規制が厳しくなっちゃって、で、カスミって途中からトゲピーをお腹のところに抱くことになっちゃったんですね。あれって海外でへそを見せてるのがうるさくて、なんでトゲピーを抱いてへそを見せないようにしたみたいですね。で、もう一つが、はるかっていうキャラがいるらしくて、僕すいません、その頃もうね、全然ポケモン見てなくて分かんなかったんですけど、はい、はるかという、まあ、キャラがいるらしいんですよ。で、10歳だったかな、もう、結構その、初登場時、すごく胸の発育が良かったんですね。なんですけど、なんだろうな、輪が進んでいくと、ちょっとね、まな板になってきちゃったみたいのがあるみたいですね。なんで、とにかくその胸とへそ結構厳しいんですよ。 YouTube でもそうなんですが、確かへそとかあんまり映すのは良くないみたいな感じなんですよね。で、脇は大丈夫なんですよ。はい、本当にね、脇は本当に最後のフロンティアですね。ファイナルフォーチュン、最後の賭けみたいな感じで、はい、なんで、そうですね、まあでも、脇もいつ規制されるかわからないですからね、はい、まあ僕も結構ですね、ショート動画でですね、脇カードハンター J と、脇コレクション、毎日ですね、22時と23時に配信させていただいておりますんで、ぜひ見てください。はい。というわけで、1個目ですね。結構規制がうるさい世の中になってきて、脇はまだ大丈夫だからバンバンやってるっていう感じですね。あともう一つ念のため、やっぱりですね、脇フェチの男性って多いと思うんですよね。普段やっぱ見せない部分だし、やっぱりその、フェロモンを出してる期間なんで、まあどうしてもですね、見ると反応しちゃうってあると思います。はい。では2番目、素晴らしき変身シーンのピックアップということで、はい、まあちょっと画像を出しながらですね、僕もちょっと溜めてた画像でちょっとお話しさせていただくんですが、今表示させていただいてるシーンが、
キュアスカイの変身シーンなんですが、素晴らしいですね。この一枚絵だけでも、どこにその視点が集中するかっていうのを分かりきってるなっていう感じがします。僕は、まあ、もちろん脇フェチなんで、ね、このキュアスカイの変身シーンを見たときに、もう本当になんていうか、まあ、俺がそのやっぱりね、こう見入るようなそういった作りをしてて、いや本当スタッフもっとやれと思うんですけど、ここまでやって大丈夫なのかっていうのもちょっとありますね。はい。でね、まあいろいろちょっとおすすめのシーン貼っておきますね。で次がですね、マシロちゃんの変身シーンなんですよね。このキュアプリズムの、いや本当なんていうか。たまらないっすね。もうなんか変身シーンが始まるその瞬間からもうドアップで、あーもうすごいどっちかというとキャラデザ的に僕はやっぱりあの晴れ渡るちゃんよりマシロちゃんの方が、まあ、好きなんですよ。まあ、どっちもそのきあなんていうかあのなんていうかまあ95点と、まあ、97点ぐらいの差ではあるんですけど、マシロちゃんの方が若干好きなんですよね。いや、いいなぁ。冒頭でも話したんですけど、キュアプリズムのキャラデザそのものが、こう、ね、胸にでっかいリボンがついてて、こう、ここの脇がね、うまく隠れてるんですよ。なんですが、動くことによって脇が露出するっていう、その、本当にチラリズム。よくわかってる。今回の、広がるスカイプリキュアがプリキュア20周年記念作品なんですよね。で、10周年記念作品、なんだったっけ、まあ、あったじゃないですか、はい。あれが、ちょっとですね、10年前、僕たちの界隈、僕たちというか、その、まあ、プリキュアファンの界隈では、ちょっと、なんだろう、評価が低い作品だったんですよね。なんとかプリキュア、すいません。ここ調べなくて本当すいません。なんで、まぁ、ちょっと10周年で、あんまり、ファン層獲得できてなかったんで、この20周年は本当に、スタッフの気合の入れ方が違いますね。どんな手を使ってでも人気に刺したろわっていう、ものすごい執念を感じますね。はい。では、次ですね。過去の女児向け変身アニメと比べてということで、はい、僕が子供の頃は、やはりセーラームーンと、あとはウェディングピーチですね。大きく覚えてるのがこの二つかな。はい。で、まあ、ちょっと画像を出すんですが、セーラームーンの場合ですね、変身シーンっていうのは、なんだろう、体をですね、ちょっと色を変えて、その肌色じゃない、肌色って言っちゃいけなかった、ごめんなさい。まあ、ちょっとその、なんていうかな、ちょっと色を変えて、その、ちょっと説明が難しいんですけど、まあ、とにかく、服を、なんとか色を、服は服としてちゃんと色付けをして、体はなんていうかそのピンクとかにして、なるべくエロスを減らそうとしてるんですよね。まあ、一部のですね、界隈には逆にエロスを感じてしまうかもしれないんですけど、まあ、とにかくそういった感じで、なるべくその、見てる人が、なるべく不快にならないようにっていうような配慮があったんですね。まあ、ただ、今回というか、プリキュアは結構、第一作目は確かにですね、なぎさとか銀色になって変身してましたけど、まあ、今回は本当、体そのままで、服だけその、なんていうか、色が出てるじゃないですか。なんで、結局、目線は体に集中するんですよね。そこで脇が思いっきりドアップにされてるんで、たまらないっすね。はい。あと、ウェディングピーチもちょっと久しぶりに変身してみたんですけど、いや、これはやばいっすね。あ、僕たち子供の頃こんなん見てたんだなーって、あんまりうるさくない時代だったなー。ちなみにユリが好きでした。はい、ゆかなさんですね、声が。だからキュアホワイトの声なんですね。はい、ここからちょっとプリキュアつながりだったのかもしれないですね。はい、じゃあですね、まあ、本日こんな感じで終わらせていただきまして、まだですね、キュアフラミンゴもですね、結構肩出してるんで、脇が
楽しめそうなんですよ。なんでまたキュアフラミンゴが変身した回があった際にはですね、こういったレビュー動画させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ皆さん、今年1年ですね、広がるスカイプレキュア楽しんでいきましょう。ジョーンズおじさんでした。ご視聴ありがとうございました。